ヤネス・ヤンシャ、ヤネス・ヤンシャ、ジャニズ・ヤヌシャ、1958年9月17日体は、スロベニアの政治家、同国首相、第6.8代を務めた、スロベニア民主党党首、1993年より、ヤンシャは1982年に、ルブラナ大学の防衛学科を卒業し、スロベニア社会主義共和国、当時の防衛局の研修員となる、 また若年期には、スロベニア共産主義者同盟に入り、青年部門を指導する立場につく。このほかスロベニア社会主義青年同盟の、基本人民防衛、社会自衛委員会の委員長も務める。ところが1983年、ユーゴスラビア人民軍の本質的な部分に対する反体制的な論文を発表した。1980年代後半に、スロベニアで、 民主体制への変革が始まり、次第に言論の自由に対する規制が撤廃されるようになると、ヤンシャはユーゴスラビア人民軍を批判する論文を独立系の雑誌マラデナで発するようになる。このため、ヤンシャは1984年に戦術の委員長職の再選を阻まれ、1985年にはヤンシャのパスポートが募集される。ヤンシャは その翌年から250を超える求職活動をしてきたが採用には至らず、また自身の論文の出版もできなくなったと述べている。この時期、ヤン社はコンピュータプログラム作成や登山ガイドで収入を得ていた。その後の自由化で1986年には、ジャーナルフォー・ザクリティシズム・オブ・サイエンスの事務の職を得て、後には再びマラデナ城で論文の発表を 再開することができるようになった。1988年5月30日、ヤン社はマラデナの3人の記者とユーゴスラビア軍の士官イヴァン・ボリシュトネルと共に逮捕される。5人は軍事法廷で軍旗を暴露したとされ、懲役刑が課せられた。この裁判は非公開で行われ、また被告には代理人が付けられず、さらにはスロベニア語ではなく、 ユーゴスラビア軍で公式に使用されていたセルビアクロアチア語で行われた。ヤン社は18ヶ月間の懲役に処せられ、当初はドブの凶悪犯罪者用の刑務所に収監されていたが、大衆の抗議を受けてイグの開かれた刑務所に移された。この事件は逮捕された4人の名前の頭文字を取って JBTZ 裁判と呼ばれ、これが大衆の政権への抵抗運動の引き金となり、 スロベニアの春とされる民主化への過程の視点となった。ヤンシャは、週刊から6ヶ月後に釈放され、1990年5月の選挙までスロベニア語の政治週刊誌ディー・モクレイシュヤの編集長を務めた。1989年、ヤンシャは最初期の反体制派政党の一つである、スロベニア民主連合の創設に携わり、 初代副党首に就任、後に投票議会の議長となる。1990年5月に最初の自由選挙が実施され、ヤン社はロイゼ・ペテルレ内閣で国防省に任命され、在任中の1991年にはスロベニア独立戦争が起こっている。1992年に SDZ が解散すると、ヤン社は社会民主党、後の民主党に入党し、 1994年5月まで国防省に留まった。この年、当時の首相やネスドルのおしに、ヤン社が軍部に文民司法を妨害させたとして国防省を解任される。この疑惑についてはその後の独立調査によってヤン社の無実が証明されている。1993年5月、ヤン社は前当主のヨージェプチュニークの指示を受けて、 社会民主党の党首に選出され、その後1995年、1999年、2001年に再任されている。2000年には6月から11月にかけて、短命だった中道右派政権、アンドレイ・バユク政権で、再び国防省に任命される。在任中、ヤンシャは国軍に従軍牧師を置く制度を導入した。2004年の民主党と、 同党と協力関係にある会派が勝利したことを受けて、ヤン社は大統領に就任していたヤネスドルのシしくから2004年11月3日に新政権の発足を指示され、その6日後に国民議会において全90票中57票の賛成を受けて首相に選出された。また新内閣についても同年12月3日に議会に承認されている。 ヤンシャはいくつか著書を出版しているが、中でもよく知られている2冊にプラミッキー、戦略の意、1992年、後にザ・メイキング・オブ・ザ・スロービニエン・ステートという、題で英語に翻訳されてると、オコピ、バリケドの意、1994年がある。これらの中で、ヤンシャは、スロベニアが共産主義から議会制民主主義へ移行していく時の問題を、 自身の観点から論じている。領著、特に、オコピ、において、ヤンシャは、当時大統領だった、ミラン・クーチャンについて、スロベニア共産党の最後の委員長時代に得た裏の、影響力を行使して、通常政治を歪めていたと批判している。2007年の大統領選挙で、野党候補のダニロ・トゥルクが圧勝したことを受けて、ヤンシャは2007年11月15日に政権に、 対する信任投票実施動議を提出する。その中で野党はスロベニアが欧州連合の議長国を務める間はそれに関する政策を妨害しないという政党間の協定がなされていたにもかかわらず野党の批判により行政執行に支障が出ているとした。ヤンシャ政権は同月19日の信任投票で51対33で議会の支持を得た。 2008年11月に首相を退任。2011年12月の総選挙で、スロベニア民主党は第2党となり、2012年2月10日より2期目の首相を務めたが、2013年1月に汚職疑惑が発覚。これにより、連立政権は崩壊し、2013年2月27日に不信任決議案が可決され、首相職を解任された。 2018年6月3日の総選挙でスロベニア民主党が勝利したもののヤンシャの首相就任には反発が大きいボルト・パホル大統領からの首相候補指名も得られなかったヤンシャは妻シルバ・プレダリッチとの間に二人の子供を設けている一方で2006年の秋にベレニエ出身の女性医師との不倫が暴露されたヤンシャは ウィーンオペラ座などの公共の場でこのジョイと一緒にいるところが目撃されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。